こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界に専門特化した求人サイト、ラークジョブ、こちら運営しておりまして、今回ですね、そういった業界に関するニュースをお伝えしてまいります。日本の漫画、アニメ、ゲーム展、本日から8月31日まで、東京市国立新美術館にて、開催ということでございます。こちらですね、少し前から話題になってはいたんですけれども、そういった日本のですね、コンテンツ、今に至るまでというところで、様々、ありまして、それらをですね、まとめて、一つ、紹介する良い機会というようなところになっているんじゃないかと思います。国立新美術館ということでですね、場所的にもどちらかというと、やっぱり、海外の方々がですね、よく足を運ぶ地域ではありますので、結構、まだ本日開催なので分かんないんですけれども、日本のそういったの好きな人っていうのと同じくらいですね、海外のそういう、日本のですね、アニメ、ゲーム、漫画が好きな人たちっていうのも集まるんじゃないかと思います。で、やっぱそういうふうなですね、何かしら発信源があると、そういったコンテンツっていうのも、一気に広まったりしますので、そういった意味でかなり良い機会になるのではないかと思っております。私もですね、こちらの方、8月いっぱいまでということですので、それまでの間にですね、足を運んでみたいと思っております。開催されてすぐっていうのはちょっと混んでそうなんで避けようかと思うんですけれども、ぜひですね、興味のある方いらっしゃったらこちらの方、調べてですね、行ってみていただければと思います。で、弊社もですね、そういった業界全体さらに盛り上がっていけばいいなということで、アニメ、ゲーム、漫画業界の、求人、専門特化してやっております。なので、もしですね、こういった業界で、仕事を探している方、就職、転職問わず、ありましたら、ございましたら、一応ラクジョブ検索してですね、情報を見てみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。